ゴールは俺に任せろとワシントンが出場停止で燃えるトゥーリを、昨シーズンディフェンダーながら9得点、レッズの得点王が果敢にオーバーラップ。だがここは大久保にファールで阻まれる。前半16分、アレックスが仕掛ける。小野とのワンツーからクロス、タッチはスルーして放り直し、決まった。今シーズン初ゴール。レッツ鮮やかなパスワークから先制点をゲットしたのは、この位置まで上がってきたディフェンダートゥーリオではなく堀之内。猛攻レッツ20分、田中達也のクロスに飛び込んだのは小野伸二。惜しくも枠を捉えられず。30分、今度はアレックスのパスにドリブラー永井、ディフェンダー2人をかわし、シュートはキーパー吉田が阻止。32分、長井のパスからスピードスター達也、ディフェンダーをぶっちぎりシュート。これも決められない。決定的チャンスをものにできないレッツに対し、攻め手を隠すレッツを前節2ゴールを挙げた大久保のミドルシュートでの反撃が精一杯。流れを変えたいセレッソは後半森島に変え救世主七海を投入。だが5分、大久保堀之内に肘打ちを食らわせ、なんと一発レッドで退場。数的優位に立つレッツ。17分、トゥーリオが襲いかかるが吉田のファインセーブに阻まれる。23分コーナーキック、クリアボールを長谷部ふわりと浮かせて達也ヘッドはクロスバー、これに詰めたのは長い。今シーズン3ゴール。ワシントン決勝で回ってきた先発のチャンスをきっちり決め、セレッソを引き離すが、37分、セレッソここから逆襲、西澤のヘディングシュートは山口ファインセーブ。39分、七海のスルーパスからブルーノ・クワドロス、これも止めた。日本代表キーパー山口が立ち塞がる。41分、ゲームメーカー七海のパスから藤本、2試合連続弾。北京オリンピック代表候補藤本浩太のバズーカ砲炸裂。山岸このシュートは防げなかった。だがセレッソ反撃もここまで。今季 J 最少失点を誇る赤い壁を崩せず、レッツが逃げ切り2連勝。点も取るチャンスもなくて、まあ、今日に関しては結構チャンスあったんですけど、まあ、1点しか取れなかったんで、まあ、まだまだ満足することなくやっていきたいと思います。